はいえお疲れ様です即の久保ですすの今回のテーマは信頼関係についてですね、まあ、信頼関係って言葉あっちこっちで飛び交ってますけども信頼関係をどのように捉えているかっていうのは人それぞれなのかなっていうところがあると思いますねで少なくとも私はどう思っているのかっていうことをねお話しすると信頼関係っっててののははまずね相相思相愛こことではないってことででないすだから自分が信じているから相手の人も自分を信じてくれてるだろうっていうのは信頼関係じゃないんですよ ね、人が何を信じるか何を信じないかはコントロールできませんのであくまでも自分が何に重きを置いて誰の言うことを従ってですね誰の言うことに従って誰の言うことを受け付けないかそれは全て自分が決めてることなんですよ。えその上でね私速科塾っていう塾を運営してますけども塾生さんを信頼してるかっていうと基本的に信頼してるんですよ。でも信頼はいつも叶いませんというのが 私の言う通りにやったら稼げる。だから熟成さんはやってくれるだろうと思うんですけどもほとんどの人はやりませんでもああどうせ熟成ってのはやらないんだって思いません多分明日の動画更新で何か思いついてやってくれるんじゃないかなと思って信頼を持ち続けるんですよその結果今日アップした動画うーんとねどういうとこがだったかなあ,あそうそう「個性の誤解」っていう動画です 個性の動画っていう動画をアップして再生数12回になった時に2人の方からそれぞれメッセージが来ました自分のためにこの動画作ってくれたんですねっていうことですでお二人の方それぞれ3年ぶりに私の動画を見た5年ぶりに動画を見たって方ですそっか塾は30年先まあ言ってみれば一生付き合うつもりで私やってますからそういった方がね数年ぶりに連絡をくれてもまあまあ ままたやりましょうかかみたいな感じですよねだからねだらしばらく事故を離れていても稼げない限りはいつかやる気になると私は信じてるんですよでその日がこのお二人の方は今日だったのかなと思いまして今まで速座事故をやめずに動画更新を毎日何十本も繰り返してきてよかったなと思いましたこのお二人の方今日から入塾だと思って私は一からまた、ね、稼がせようと思いますお二人の方です男性の方と女性の方です まあ実際にねお会いしたことはないんですけどもメール上でお会いしているわけなんでね、えー、3年ぶり5年ぶりなんで今日からまたスタートしようかと思いますねはいでまあもう一回まとめますと信頼関係っていうのは相思相愛のことではありません一方的に信じてあげることだと思いますでこれを塾生さんの立場から言うと塾長がたまに納得できないことを言ったりやったりするんだけども それでもこれを乗り越えたらきっと稼げるんだろうなぁと思うしかないです。だってね、みんなの銀行っていうのがありますよって言ってね、私が紹介します。本当に稼げんのって思って、でもやってみたら稼げたって人は、まさに信頼度を一つ上げてですね、私に向かうと思うんですよ。でも、疑いっぱなしでやりもしなければ、本当はどうだなったのかわかりませんから、ずっとその状態変わらないと思うんですよね。もちろん私がね、嘘ばっかり言って、 塾を運営していたら、塾生っていうのがそんなにつくわけないですし、こんな10年以上できないですよ。まさに、私なりに正直にやって、結果が出なかった人には別の角度でのアプローチをしている。それを10年以上やめてないから、こういった速化塾が維持できていてね。で、私もいつの間にか自分の借金を返してただけではなくって、家族まで養っているという、そういう状況にいるわけですよ。で、毎日ライブ放送やっていてもね、参加される方はいますしね。 嘘つきめみたいな書き込みはないですよね。お前この野郎みたいな書き込みはないですよね。うん。だからそれが何よりなのかなと思いますよね。まあいわゆる炎上してないっていう状態ですか。まあ私の動画の再生数もそんなにね、何百万とか何十万あるわけじゃないんで、炎上するほどではないのかなっていうところがありますけども。まあでもね、信頼関係について言わせていただくと、それは相思相愛ではなくって、まずはこの人についていこう。 信じられないこともあるけども、やっていこうって思えることなんじゃないかなと思います。この辺を最近の私のライブ放送で例えるなら、あの、任侠の世界ですよね。ヤクザの親分が白いものを黒って言ったら、白いものでも黒になるんだ、みたいなね。つまり、自分の信じる人が、こっちに行けって言ったら、本当なのかなと思っても、そっちに行くっていうのが、人を信じるってことだと思うんですよ。 裏切られてもまた信じるってことだと思うんですよ、うん、そんなね自分の都合のいいいいとこ取りをしたくって自分の師匠や親分を選ぶ人っていうのは果たして信頼してるってことなんですかねそれは単なる自分の理に泳いでるだけなんですよで即家塾のと言わしていただければ即家塾に入塾する人って稼ぎたいから入塾するんですよだから私は稼ぐっていうその一点にとっては責任を持ちます でも目先の小さな期限を取れって言われたらそれは知りませんねサイトを量産しましょうって言ったらみんな負担でしょ嫌がるでしょでも稼ぐ道がそこにしかないんだったら私はそれを勧めますよ嫌われてもねでも結果的に1億円稼げたらその途中のどんな不機嫌も取り返しがつくんじゃないですかうんまあそれに尽きると思うんですけどもねで即価塾の熟成さんっていうのは稼げた結果離脱する人が最も多いです 稼げない人がずっと私の速化塾に3年5年10年いるっていう人は結構います。そうであって欲しいと思います。中にはね、私の方から破門することもありますけども、7回破門しても10年以上私の弟子で居続ける。破門されちゃ復活、破門されちゃ復活っていうね、根性の座った人もいますね。で、そいつは今私に仕事をくれてます。そういう風になるんですよ。育つんですよ。で、経験も知識も、 根性もないうちは迷うんですよしまいにはあちこち掛け持ちして塾に入るんですよだから余計迷うんですよそして結果出ないんですよ結果全部塾が嘘っていう風に自分の行いは正しいのに嘘に囲まれて自分はカモられたって思うんですよね要するに周りの人が悪いから俺は悪くないんだって思っちゃうわけなんですよでも成功する人は逆です何があっても自分が悪かったって思うんですよね で私もそう思う部分がありますけども公平に見てそうじゃないなと思うこともありますこれが正確な判断ってやつですまあそれぞれ言うことはあると思いますしやることはあると思いますけども稼ぐ気持ちで即果塾に入ってきた以上稼がすことには責任持ちますし稼げなかった人って一人もいないと思います金額に上下がある時期に前後があるだけですよね少なくとも稼げないから辞めたって人の責任はもう持てません その人の人自由意志ですからねやめるなとはね言いませんからねそして一時期やめる気持ちになっても即下塾の契約期間はまあ、はっきりと明文化してませんけども30年なんですよね。ということは私が今ね50歳過ぎてますから私が80概ね死ぬままでで面倒見ますすよよってことなんですよだから5年後でも3年後でも10年後でもまだ即下塾やってるかなと思ったら私の動画をチェックしてください。 おそらく10年以上前から続けているこの動画更新毎日数十本10年後も同じペースでやってると思いますよ私が死んでいなければねそれじゃあ